パタンジャリの彫像ラージャヨーガは、瞑想によって心を寛容し、魔術剤への理解を深めて、最終的に下脱を達成することを目指すヨーガの体系である。古典ヨーガやアシュターンガヨーガと密接に関連するが、厳密には多くの点で異なる。ラージャヨーガは、パタンジャリのヨーガスートラが初めて述べたところのものであり、サーアンキア学派と密接に関連する。 ヒンドゥー哲学の文脈において、ラージャヨーガはヨーガ学派と呼ばれる。ヨーガ学派はヒンドゥー哲学の六派の一つである。ラージャヨーガは16世紀のハタヨーガプラディーピカーにおいて行者スワートマーラーマが解説した当時の比較的新しい流派であるハタヨーガからパタンジャリのヨーガスートラに基づく流派を区別するために導入された一つのレトロニムである。また、 ヒンドゥー教の新宗教運動であるブラフマクマリスでは、その全く独自の瞑想実践をラージャヨーガと呼んでいる。ラージャヨーガという語の文献上の書室は、ハタヨーガプラディーピカーであるが、作家でヨーガ研究家の伊藤武氏は、同書の言うラージャヨーガは20世紀に広まったヨーガの分類でのラージャヨーガとは意味が異なるとする。 ハタヨーガプラディーピカーやそれ以降のハタヨーガやタントラ系の古文献でのラージャヨーガはハタヨーガの最終段階であるラヤヨーガのことを指していたりハタヨーガの奥義といった意味で使われていると伊藤は指摘する一方近代にはビベイカーナンダがヨーガにラージャという言葉を冠してベーダーンタ哲学に立脚しバガバトギーターとヨーガスートラの二大聖典に依拠した総括的な ヨーガの理念を歌い上げ、カルマ、バクティ、ジュニアーナ、ハタという四大ヨーガを解説した。伊藤によれば、今日のラージャヨーガの一般的な意味は、元はビベーカーナンダの用いた総括的なヨーガの微笑であったラージャヨーガが、前日の四大ヨーガとは別のヨーガの王道であると解釈されて広まったものであるという。ラージャヨーガはアシュターンガヨーガと呼ばれることもある。これは、 行わなければならない八つの位想があるためである。これをパッタビジョイスのアシュターアンガビンヤーサヨーガと混同してはならない。パタンジャリは第2章の冒頭で苦行、特章、自在神記念の三つを行事ヨーガというと述べているように、そのヨーガ体系のうち日常の行事として行うヨーガをクリアーヨーガと呼んだ。ラージャヨーガは何よりもまず心に関わるものであるがゆえに、 そう呼称される。伝統的には心とは、心の命令を遂行する、心身複合機構であるところの人間存在の王であると考えられている。その心はまず、自己規律訓練によって順知され、様々な手段によって浄化されなければならない。人間は、もろもろの中毒や猛念を抱えており、これらは静かに座することを妨げる。近海、例えば筋欲禁酒 自分の身体、言語、意識の行いに念を入れること、寛解、例えば正常、たることを知る、聖典の学習など、といったことを通じて、人間の生存状態は、瞑想を行うに適したものとなる。この、自分を自分自身につなぎ止める首引きこそが、ヨーガという言葉のもう一つの意味である。パタンジャリのヨガスーラは、ヨガとは、心の作用を死滅させることであるという言命で、 始まる。それから、いかにして心が、錯語的関連作用をなすかについて列挙し、様々な未適対象へ念想することを推奨する。この過程は、一切の心の対象がなくなる、無趣旨という、自然発生的な静寂の心の境地へと到達するとされる。この境地に入る力を養うための実習が、ラージャ・ヨーガの実践であると考えることができる。したがって、 ラージャヨーガはヨーガの他の諸形態を包含し、かつ心が偽りの心的対象を生み出すような盲衆的実習へ没入してしまわないようにすることをもって他のヨーガの諸形態とは一線を画している。この意味においてラージャヨーガはヨーガの中の王と呼ばれる。あらゆるヨーガ的実践は無出資の境地を得るための可能性のあるツールであると捉えられ、 それ自体はカルマを浄化し、下脱すなわち涅槃を得るという探求の出発点であると考えられる。歴史上、ラージャを自称するヨーガの初流派は、学びでにヨーガの実践とこの哲学的観点との混合物を提示する。ありがとうございます。